はい、今回たどり着きましたのはこちらの山木館でございます。こちらですね、館内のドリンクすべて料金に含まれているオールインクルーシブという形式ですのでね、料金を気にせずね、たくさんドリンクを飲むことができます。こちらね、かなり素敵な宿ですのでね、今回楽しみにしております。ではよろしくお願いいたします。こちら水車の宿ということでね、立派な水車がこちらでぐるぐると回っております。で、道なりに進むと山木館さんの玄関がございますね。はい、チェックインいたしまして、私が泊まる部屋はこちらの隠れ蓑というお部屋でございます。こちら入っていきましょい。はい、こちらね、まず左手にはこちらの糸を巻くものと、あと年季の入っているタンスがございますね。そしてこちらで靴を脱いで上がる形となります。で、こちらにいるのは友人の白崎くんです。よろしくね、今日はね。はい、というわけで、こちらにね、素晴らしい景色、まあ、今ねちょっと雪が降って見えづらいんですけど、レイクビューがね晴れると見えるんじゃないかと思います。この雪景色もね、私大好きなんで、これはこれで癒されますね。で、奥に入りますとこたつがあるわけですね。こたつがある宿ってやっぱ最高だと思うんですね。で、向こうにはさらに縁側があるわけでして、ここで謎の流入スペースと行きたいところなんですけど、これはちょっと真ん中に囲炉裏があってデュエルできないですね。今回は謎のデュエルスペースはなしということで、で、入ったところの左手には冷蔵庫があるんですね。まあ、特に中には何もないんですけど、ラウンジの飲み物がね、飲み放題なんで、そっちに行って飲みましょうね。で、それぞれのチャッキーがそれぞれあるわけですね。で、洗面台も、洗面台というか水が出るところがあります。で、こちら空気清浄機があるんですね。加湿もできるタイプでしょう。非常に助かりますね。で、こたつの上にはお菓子が置いてあるんですね。無料で食べることができます。で、こちらなかなか年季の入ったタンスっぽいやつにテレビがあります。テレビ台みたいな感じで使われている感じですね。で、こちらにイラストがございます。吾妻渓谷ということですね。で、外の景色もですね、非常に素晴らしいんですよね。雪降っててね、いい感じで。いや、この素晴らしいお庭見てください。非常によく手入れされていて素晴らしいとは思いませんか。この雪景色と合わせて見てくださいね。で、縁側の左手にはハンガー掛けがあるわけですね。こちらにコートとか掛けることができます。で、座布団がここに、座布団足りなければここから用意する感じですね。で、今回なんとですね、2階建てのお部屋なんですね。2階があるわけでございます。こうやってロフトみたいな感じでね、ベッドルームに行くわけでございます。このふわふわもこもこのベッドでございますね。いや、素晴らしいな。ちなみにベッド側から見た景色がこんな感じで、いい感じでね、下の部屋を見下ろすことができるわけでございます。いやー、いいっすね。この和な感じを上から見下ろすことができるのはなかなか体験できないことでしょう。この天井の吹き抜けもね、なかなか自分好きですね。この木の感じね。で、そばにはこうやって間接照明もあって、ちょうどいい明かりが欲しい時に役に立つでしょう。
ベッドのそばでは窓もついており、こうやって開けてるとね、景色が見えるんですね。この感じ非常に私は大好きです。でこの囲炉なんですけど、火をつけることはできるのかな。ちょっと可能であれば後で火をつけてみようと思っています。で今回のメインディッシュといっても過言ではございません。こちらがバスルームでございます。まずこちら洗面所がありまして、こちら大きな姿見というか普通に鏡なんですけどあるんですね。でここで身支度を整えて、でこちらにねアメニティ類がありますね。こちら肌に優しいアメニティ助かります。でこちらでございます。こちら半露天風呂付き客室ということでね、お風呂があるわけでございます。これヒノキの浴槽素晴らしいですね。こちら温泉は出ないんですけども、非常にロケーションが素晴らしくですね、こうやってね雪景色を見ながらお風呂に入ることができます。こうやって開けるだけでもね、木の香りが非常にしますのでね、ここからお湯を張ってね、最高のバスタイムを味わうことができるでしょう。シャワーとかの洗い場もねいい感じじゃないでしょうか。ドライヤー等もねしっかり揃っていますね。さあいかがでしょうか、こちらのお部屋。今回ですね2人で7万円でございます。いやこれはね7万円の価値、めちゃくちゃ、もっとね高くてもおかしくないぐらいの素晴らしいお部屋ですね。で今回ねオールインクルーシブで、こちらで飲む飲み物ほぼ全て無料で容器に含まれてますのでね、楽しんでいきたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、毎回恒例の館内散策でございます。こちら入ったところで、ね、売店がすぐございまして、たくさんのお土産が所狭しと並んでおります。なんとね水車も、これは多分売ってないんでしょうけど、こちらに水車も売ってるんですね。こんな工芸品的なものが。でお酒もそれぞれね売ってますので、買って持って帰ることができます。でこちらに下駄もありまして、こちらね水車の宿ということでね、やっぱり水車のアピールがなかなかありますね。で入ったところにまた椅子がございまして、でこちらのフロントでチェックインをしてお部屋に入るといった形ですね。で入り口の奥の方に進んでいくと談話室というのがあるんですね。こちら囲炉裏が真ん中にあって、今回かなりコンパクトなお部屋なんですけども、向こうにね景色も望めまして、風情のある体験をすることができますね。この辺にある小物たちも可愛らしいですし、こちらの囲炉裏もね火をつけることができるんじゃないかなと思います。後でまた来てみるとね状況も変わっているんじゃないかなと思ってます。こちらにねまたイラストもありましてね。で左手にはだるまがございまして、群馬県の名物みたいですね。だるま生産が日本一の群馬県、撫でると幸せが訪れるということで、私が代わりに撫でておきますので、皆さんにも幸せが訪れるかと存じます。で談話室の左手ですね、ラウンジがございまして、こちらこの広々とした空間てください。でこちらねコーヒーマシンやらお茶やらいろいろあって、これもね料金にね全て含まれておりますので、気にせず飲みまくることができます。でこの素晴らしい時計とイラストいいですね。でねなんといってもこの暖炉ですね、やはり雪の降る地域ですからね、寒くなるとねこういった
暖炉もねあるといいんじゃないですかね。素晴らしい。この火の燃えるところ見るだけでもね癒されますからね。このね後ろのねこのカエルちゃんの小物とかね後ろの植物とかね可愛らしくて非常にいいかと思います。そしてなんといってもあこれはまさかのここまで来て謎のデュエルスペースがこんなところにあったとは。これはもうデュエルがし放題でございます。オールインクルーシブデュエルでございます。でやはり気になるのはこの素晴らしい景色ですよね。いや本当にね言葉が出ません。もう本当にね素晴らしいの一言ですね。こちらでね座ってチェックインの説明を受けることもできるようです。でね、お風呂に向かう道とかお部屋に向かう道とかもねなかなか素晴らしくてですね、ここにね植物が植えてありまして、この小物もねやはりね旅行に来たって感じを味わわせてくれます。でこちら館内図がございまして、私の部屋は左の方なんですね。でこちらにですね各浴衣がございまして、ここに細かく、大きいやつと小さいやつそれぞれね館内着があるんですね。いいですね。でねここに見える素晴らしい景色ですよ。見てください、本当に素晴らしいです。でここまで来てこちらにですね大浴場がございます。こちらね男湯に限るんですけど、誰もいない時に撮影していいみたいなんで お言葉に甘えて後ほど誰もいない時に限るんですけども撮影させていただきましょう。中に絵もね飾ってありますね。非常にいいんじゃないでしょうか。でこちら湯上がりどころとしてラウンジがございまして、マッサージチェアとかねもうくつろぎスペースがバッチリとございます。こちらにねまたお庭があって、イラストね、こちらに観葉植物、ね、いろいろとありますね。素晴らしい。こちらに自販機もあるんでね、冷たい飲み物もバッチリです。ミミズもこちら飲み放題でして、でねこちらにあるのはまあアイスはね有料なんですけれども、ハーゲンダッツがございます。でね冷凍みかん、これねサービスですね、無料で食べることができます。本当に至り尽くせいですね。氷も無料です。でこちらにねまた貸切温泉があるわけですね。こちら料金に含まれておりますので無料で入ることはできます。後ほど撮影していきましょう。でそばにあるのがこちらなんか資料室みたいなものですかね。ここに木馬があって、景色もねいちいち素晴らしいんですよね。本当に開放感ありますね。でこちらにいろいろと資料がそれぞれありますね。与謝野晶子とかもね有名なんでね。で貸切温泉の左側を行くと、ここでまた歯車がありまして、これは間接照明、これは風情がなかなかありますね。で廊下をさらに通っていくとまた別の部屋があって、小物があって、これ私好きですね、かなり。てか館内かなり広いんですよね。めちゃくちゃ広くてもう迷っちゃいますね、迷路みたいな。ここからねあの私の部屋から見るお庭がまた見えたりするんですね。でこうやって歩いて私の部屋にたどり着くことができます。この賑やかなサボテンと花瓶割ったらすごいことになりそう。はい、では石庭の湯と
ということで男湯でございますね。こちら入っていきまして、こちら広々としたこの脱衣所ですね。やっぱり脱衣所が広いとね、やっぱり落ち着きますね。でここに男湯にもしっかりアメニティが置いてあるわけですね。非常に助かります。でドライヤーもここにありまして、タオルもねここにしっかりと何枚も置いてあるんですよ。これは助かりますね。部屋から持っていく必要がありません。でやはり見ていきたいのはこちらの源泉かけ流しの温泉でございます。いやー素晴らしい。もう硫黄の匂いがねすっごいするんですね。いやー素晴らしいですね。この広々とした浴槽見てください。いやー最高です。これにね24時間宿泊中はずっと夜通しでも入り放題でございます。で奥にはね露天風呂もあるわけですね。いやー素晴らしい。ここもジャブジャブ出てますからね。いやーそしてねこの素晴らしい景色もね見ながら温泉に入ることができるわけですね。もう本当にね広々としてるんですね。ロケーション良くないですか。最高です。でね、温泉から出た後はこちらの河原湯のお水を飲んで水分補給をすることができますね。いやこういうお水があるの本当に助かります。いや水分補給は絶対でございます。皆さん聞いてください、水分補給は絶対です。こちらにね温泉成分の表示がございまして、含硫黄カルシウムナトリウム塩化物硫酸塩温泉でございます。こちら中性で硫黄の成分がかなりして、香りとしても硫黄が香ってくるんですけども、肌に優しいんでね中性なんで目に入ったら痛いとかそういうのはございません。非常に肌にも体にも優しいです。さて早速こちらのコーヒーマシンでお茶でも飲みますかね。今はコーヒーじゃなくて実はココアの気分なんでね、ホットココアでも。さてココアができたんでねこちらでね飲んでいきたいと思います。最高のロケーションですね。マジさ、旅館来てお菓子パーティーしてるの受けるよね。昼飯が可愛い。そう。ランチ何枚だったかな。でもマジでうめえこれ。これもううまい。置いてあるお菓子がマジでうめえ。本当にね。それではまずねお部屋のお風呂を入れていきたいと思います。いいっすね。待ちましょうね。そう思ったら多分左の方がお湯が出るやつですね。このまま待っていきましょうね。こちら半露天風呂っていう位置づけなんですが、こうして開ければね露天風呂として味わうこともバッチリできるんでね、風情を味わっていきましょうね。もうすぐもうちょっとしたらお湯が溜まるかな。さてお湯も溜まってきましたので入っていきましょうね。うわあ、いいっすね。ヒノキの香りがしてロケーションもいいし最高です。てかなんか、ね、外めっちゃ古いっていうな。
雪景色を見ながら入るお風呂は本当にね、素晴らしいと思います。さて、そうそう夕食の時間になったので、夕食会場に向かいたいと思います。おお、めっちゃいいや。素晴らしい。すげえな。この部屋はすごい。こちらの感じもね、本当に素晴らしい。こちらで夕食をいただきます。早速ね、この素晴らしいご飯がお出迎えしてくれましたね。刺身ですかね。これ早速日本酒が飲みたいところですね。はいでしょうって感じですけど、こちらね、料理が覚えてますね。これが体験コーナーでしていただけるお肉なんですけど、そこにここと同じを取って一番こっちなんですけど、下は切り込みといって上司の大田が入ってまして、群馬の切り込み、大田の太いのが入ってるんですよ。でこの蒸し野菜の上にこれを乗せて、こうやってね、箸を使って、野菜も敷き詰める感じでね、肉をってね、なんか、はい、召し上がったらお持ちしますんでね。はい、お願いします。はい、こちらかまどを現代風にやってる IH かまどだそうですね。こちらで蒸し上がる料理は本当に美味しいんでしょうね。こちらでいただきますね。後で持ってきてくれるそうです。で、食事中の飲み物は全部これで飲み放題でして、ソフトドリンクやサワー、ハイボールにビールまでね、これ専用グラスで飲むんですね。で、こちらの日本酒等は全部もう料金に含まれているからね、飲み放題でございます。で、シロップや焼酎にウイスキー、いろいろありますね。いや、本当に素晴らしい。ガンガンお酒が飲めますよ。いただきましょう。乾杯。ああ、糸うまし。素晴らしい。最高。素晴らしい。はい、こちらに献立がありまして、この通りになっております。はい、こちら、これもこの真ん中にあるのが焼きまんじゅうかなっていうのと、牛天。牛天っていうのは、あ、これですね、これかな。そしてこちらがごま豆腐、利休揚げで、アワビの馬煮、これ薩摩甘露煮という感じですね。こちらは、岩魚の木の芽味噌焼きということでね、こちらも食べていきますよ。で、お作り、まあ要するに刺身ですね。刺身はですね、上州紅マス、サーモンのことかな。で、アオリイカに、で、刺身こんにゃくがあるんですね。群馬の刺身こんにゃくは美味しいんでね、本当に楽しみですね。で、こちらにあるのが味噌醤油、味噌醤油でつけて食べるということで、これは日本酒が非常に進みそうです。今ね、こちらのハイボールを飲んでいますので、前菜を食べてから日本酒でこれを飲むのが良さそうですね。楽しみです。ではまず気になっていたごま豆腐利休揚げでございますね。こちら食べていきます。
油の香りといい、ごま豆腐の味、本当に美味しいですね。こちら焼きまんじゅうですね。言わずと知れた群馬のソウルフードだそうです、なんかすごいもちもちした食感で、乗ったやつも海苔の佃煮かな、非常に美味しいですね。なんか焼きおにぎり食ってるみたい。でこちら牛天ですね。小麦の生産が盛んらしいのでね、お好み焼きとして作っているそうです。美味しいね。完璧に、まんまお好み焼きですね。本当に美味しい。アワビうまにいただいていきます。思えば旅館に行くたびにアワビが出てくるような気がします。このアワビは結構歯ごたえがきますね。歯ごたえが素晴らしい。旨味をすごくきますね、ガツンと。これ日本酒のやつだな。で日本酒でございます。こちら谷川岳という日本酒で、純米酒でございますね。こちらね、飲んでいきましょうね。これ目の前で継ぎましょう。ではいただきます。これ香りがフルーティーですね。なんか少しメロン系の香りがするような、ちょっと甘口なのかな。でも後味はすっきりするような気がする。あ、おいしいおいしいおいしい。女性が好きな味わいかもしれないですね。という感じで、なんか日本酒入門編みたいな、そういうお酒かもしれないですね。本当に飲みやすくて美味しいです。でやはりここからアワビを食べるわけですね。バッチリ合います。完璧に日本酒とマリアージュしますね。いや、うますぎる。もう酒どんどん空いちゃうな。先ほども申し上げたんですけども、これ全部飲み放題ですからね。本当にいくら飲んでも容器買わないですから。こちらね、モダンかまどをね取ったところでございます。これね、美味しいに決まってますよね。こちらのタレにつけて食べる感じですね。いただきます。まずはね、肉からね食べていくのがいいですね。まあうまいっすよね。さすがにうまい。でいい脂だ。油のえぐみとかが全くなくてですね、本当に美味しいところだけを味わうことができるという、本当に素晴らしい料理です。素晴らしすぎる。最高。日本酒にもね当然合いますので、ガンガン飲んでいきます。これは最高ですね。最高、その一言です。でね、こちらさつまいも甘露煮でございます。こちらね、いただいていきましょう。さつまいものいいところが全部詰まってる。甘さ、うまみ、ホクホク感、そして高級感、全部揃ってます。美味しい。さつまいもに求めるものが全てあります。では刺身、お造りもね食べていきますよ。こちらはね、上州紅マス、要するに多分サーモンですね。こちらのね酢味噌醤油につけて食べていきます。うますぎるやん。なんやこれ、えぐ。鮭の脂、うまみ全部詰まってます。本当にうますぎるやん。うまさの暴力か、これ。うまさが殴ってくるわ。
マサが助走つけて殴ってくるわ。なんじゃこや。うますぎるよ。日本酒とも合いすぎるよこれ。でね、アオリイカもね、こうやって食べていきますね。同じようにこの酢味噌醤油ってやつにねつけて食べていきたいと思います。うますぎるわ。なんかね、噛むときに多分包丁の入れ方がいいんだと思います。噛んだときに包丁の切れ目がすぐ切れていくんで、なんかサクサクっとあの歯ごたえが入っていくんですね。本当に美味しい。素材も美味しいんですけど、料理の仕方が本当に上手なんですね。本当にね、嫌なところがなく、単純に美味しいところだけを味わうことができます。いや、あまりにも素晴らしい宿に食事ですのでね、友人も本当に想像を超えているというふうにね、申し上げておりまして、私もね、本当にこんなに料理もお酒も飲み放題でこんなに素晴らしい宿って私泊まったことないかもしれないですね。今年のランキングの候補かもしれないですね。はい、次食べるのは刺身こんにゃくでございます。刺身こんにゃくはね、去年群馬の、同じ群馬なんですけどね、水上温泉の上越館で食べたものが本当に美味しかったので、これも必ず美味しいはずです。美味しい。口の中でとろけますし、柔らかいですし、癖が全くないんですね。全人類この刺身こんにゃくを食べてほしいぐらいです。こっちにあるお椀なんですけど、炊き込みご飯なんですね。こちら本当に美味しそうなんでね、一緒に食べていきますよ。このお肉と一緒に、ご飯もね、かっこんでいきましょう。何これ、うますぎるよ、やばいよ、あまりにもうますぎる。これ嬉しない、うまい、マジで一回食べてほしい。こちら日本酒をですね、こうやって温めることができるわけですね。やっぱりお湯でちゃんと温めた方が、ね、美味しいんですね。味を飛ばさないようにね、こうやってね、しっくりやるわけでございますね、はい、今ですね、旅館秘蔵のお酒をね、熱燗でいただいたところでございます。湯気見えるかな。見えますね。こちらね、いただいていきます。あ、香りがすごい、口の中にふわっと広がってですね、それが結構フル、どっちかというと花って感じですね。花みたいな香りが、なんか自分の鼻腔と口の間ですごく充満するっていう感じですね。口の中から温泉みたいな感じになってる。これは本当に美味しいですね。先ほどね、そこの冷蔵庫で気になったこの赤城山っていうお酒ですね。こちら辛口のお酒ですね。こちらね、飲んでいきます。たまたま目についたやつを適当に飲むのもまた面白いんじゃないでしょうか。あ、結構ガツンときますね。なんか日本酒らしいというか、本当にこう日本酒らしい辛口って感じですね。本当に美味しい。なかなかいいんじゃないでしょうか。なんか食事に合わせるのが本当にいいですね。刺身とも当然合います。いいっすね。
いや先ほどと同じことを言うんですけど、炊き込みご飯ねマジでうまいんですよね。うん、なんかすき焼きみたいな味がする。うん、めちゃくちゃうまいマジで。いや食事のレベルがですねどれも本当に高くてですね、それでいてレベルの高いお酒を飲み放題飲めるものですから、それはもう酔っ払ってしまいますよね。もうね酔っ払い地獄です。地獄。こちら幅広うどん締めのおうどんでございます。こちらね IH モダンカマとかね出てくるうどんでございますからね、美味しいはずです。これはうまいっすね、うん、優しい味、しっかりもしっかりと出汁も出てて美味しいです、うん、はい。デザートが来ました。こちら山木館特製パンナコッタだそうです。こちら美味しそうですね、いただきます。いやデザート美味しそうですね、いただきます。パンのことやっぱスイーツはねみんなこだわってますからね、いただきます。うん、美味しいですね、やっぱ甘みいっぱいですね。デザートはさっぱりしてて美味しいです。うん、ごちそうさまでした。どれもすべて本当に美味しかったです。ありがとうございます。このお庭も本当に素晴らしいですしね。この親の装飾とかね、この彩りもね、本当にね。いいで、こっちに何気にね、毛布もあるんですけどね、使わなかったね。そう。で、こちらにいい感じの。こちらね、電話するようなやつですね。もう家計づくもね、なかなか味があるじゃないですか。そういえば水回りの紹介していませんでしたね。こちら、トイレでございます。いや、本当に綺麗なトイレですね。あ、自動で開いた。まさかの。しっかりね、こちらウォシュレット付きのトイレですのでね、綺麗に使うことができます。はい、食事も終わりましてお部屋でゆっくりしていたっていうところで、酔いもだんだん冷めてきたので早速ね貸切風呂が空いてますのでこちら入っていきたいと思います。こちらね空いていますっていう看板をこうやってひっくり返して貸切中っていうことにして入っていきましょうね。こちらにタオルがあるので1枚持っていきましょう。というわけで、こちらオープンですね。こちら貸切風呂ではあるんですけれども、非常にいい感じの脱衣所となっておりまして、こちらで服を脱いで、こちらの貸切温泉に入っていくわけなんですけれども、いや、本当にいい浴槽ですね。いやー、素晴らしい。こちらをね、独り占めできるわけですから本当に素晴らしい。でこちらに体を洗うスペースもございます。で別に露天風呂というわけではないんですけども、外に休憩するスペースがありましてですね、こちら雪景色を見ながら体をね冷ますことができるわけでございます。ただ、ね、結構雪が降っていてですね、体を冷ましすぎはしないかっていう心配があるんですけど、まあでもそれもまた温泉でね体をおっとっとと温めればいいわけですので、まあそれの心配もないでしょう。またね交互浴でもすればいいわけでございます。では早速こちらの浴槽入っていきましょう。あーいやー素晴らしい、本当に見てくださいよ、これが本当に貸切が味わえるんですかね、最高です。
雪が降りすぎてあそこの街灯がすごいことになっています。じゃあお風呂上がりね、湯上がりところに冷凍みかんがこちらございましたのでね、食べていきます。ちなみにね、カチカチですね皮むけるかな。買った、もうむけなくね、これ。これ結構きついよ。やばいよね、うん、ちょっと待つかな。だんだんちょっとずつ放置したらね、少しずつむけてきました。頑張ってね、むいていきましょうね。冷凍みかん食べていきましょう。むけるむける、バリ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 、イエイエイエイ。皮がね落ちていくね。よし、じゃあ冷凍みかん剥けたんでね、食べていこうかね。うまっ、めっちゃうまいな。さて、温泉も入ってお酒も飲んで眠いので、そうそう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今の時刻はだいたい7時半ぐらいです。8時からね、朝食があるので、その後、まあ大浴場にでも行こうかなって思ってます。よろしくお願いします。はい、早速ですね、朝の景色でございます。なんか、綺麗になったというか、結構銀世界なんですよね。音的にこれ雨になっているのかな。まあどちらにしろ天候的には悪天候っていうことになるんですかね。いや、今日果たして生きて帰れるんでしょうか。旅館の名物っぽいお茶、クワ茶っていうのをね入れたんでいただきます。香りがしっかりといい緑茶っていう感じ、抹茶っぽい香りかな。あ、美味しいですね、飲みやすい。シルクのようなそんな印象かな。うまい。このなんかシルクミルクってお菓子がそこにあったんで、ちょっと食べてみますね。乾燥剤がついてる。博多通りもみたいな味します。本当にまんまちょっと乾燥気味ぐらいの博多通りもかな。それではね、時間になってきたんで朝ごはんの会場に向かいたいと思います。道中結構寒いんで早くたどり着きたいです。じゃあ朝食です。昨日と同じ江戸というお部屋でございます。よいしょ。
ぱいいお部屋ですね。なんか旅館伝統だと思うんですけど、栗のおこわをもらいました。おこわ的な、炊き込みご飯的な感じですね。こちらメニュー的には焼き鮭ですかね。まず旅館定番というか、結構どこの旅館行っても焼き鮭は出るような気がしていて、で切り干し大根で、これは煮物的な感じかな。で温泉卵に、これはひじきかな。でお豆、でっかい豆がありますね。今日も暖炉が温かそうです。たくさんです。野菜がたくさん入ってますね。ありがとうございます。ではいただきます。まずお味噌汁から飲んでいきましょうか。体が温まりますよ。うん、うん、おいしい。やっぱ味噌汁を飲むと安心しますね。煮物もね、しっかりこう肉団子を食べていきます。うまいっすね。でこの出汁が味うまい。はい、旅館の伝統栗ご飯でございます。食べていきます。うん、うまいな。栗の旨味とごまの香ばしさが美味しいですね。お赤飯とか言ってたな。美味しい。焼き鮭今回もね食べていきますよ。焼き鮭なんだかんだ、ね、好きなんでね。やっぱうまいっすね。焼き鮭はハズレがありません。例に漏れずここの焼き鮭も美味しいです。温泉卵もね、こちらつるっといただきましょう。うまー。切り干し大根、体に良さそう。味付けがババって感じ。いいですね。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。はい、大浴場にまた入っていきます。様子は昨日ご紹介させていただいた通りでございます。出ました。でね、チェックアウトは10時までですのでね、時間までのんびりしましょう。ちなみにね、こちらの宿、江戸時代からなんとずっとやってるらしいんですね。こんなに歴史の深い宿だとは。もう本当に綺麗なんですよね、お部屋が。もうどこも素晴らしい作りで大好きですね。君と僕の高さも埋められないよ。
屋の反対側にはですね、書斎のわびすけっていうのがあるんですね。ここにイラストが。わびすけっていうのがあって、こちら入るとですね、数々の歴史ある書物があるようで、おお、いいですね。もはや図書館ですね。小さな図書館が、すごいですね。絵もありますね。これはオルガンかな。で、階段があってロフトがあるんですね。ここを登るとプライベートなスペース。これもデュエルができますね。謎のデュエルスペースとしていいでしょう。で、こちらで本を読みながらくつろぐことができるんですね。